にちは。映画冗談じゃないよ主演企画を務めました海老沢奈美です。今回もですね、この映画冗談じゃないように出演している41名の、キャストのたくさん魅力な人が詰まってますので、今回も伝えていきたいと思っております。今回もゲストを来ていただいております。自己紹介お願いします。はい、映画冗談じゃないよで山田純太郎役演じました森井雅人と申します。よろしくお願いします。では10分スタートです。いや森くんありがとう出てくれて。いやこちらこそありがとうございます。森くん、はい、出身はどこだったんだっけ。出身は静岡です。静岡県だ、はい、静岡浜松市だね。いや静岡市です。失礼しました。森くん今年でいくつだっけ。今年つい1週間ぐらい前に29になりました。おめでとうございます。ありがとうございます。今多分この動画のここでおめでとうっていうの出てくるなんか。ありがとうございます。森くんとの出会いはですね、僕がそれこそこの映画冗談じゃないよを企画する前にちょっとこう日本海の方に行ってで帰ってきて、そのモヤモヤしてる瞬間ぐらいにワークショップに僕は行ったんですよ。そこで出会ったんですよ。そうですね。そうですね。はい。アンシュル・チョーハンっていう、ね、コントラとか、許しの監督のワークショップに行った時に、自分に全然なんかこうモヤモヤしてて、僕はあの時自信がなくて。でもなんか久しぶりになんかこう行かないとなって思って自分で応募して行ったワークショップに森くんいて、で最初座ってて後ろの席だったんですよ森くん。でなんか自己紹介してて、自己紹介してるのにもう僕他の人の顔を見る余裕もなくて、なんかこうああみたいな。で後ろで声が聞こえて森くんのチューバーを、そう森くんは音大卒でチューバーを何年やってたんですか。チューバ12年ぐらい、12年のチューバーをやってたんですよ。多分チューバーって知らない人多いと思うんですけど、どういう楽器だっけ。なんかトランペットとかと一緒の金管楽器なんですけど、うんうん、なんか一番大きいこうやって座って吹くやつ。あ、はい、12年、はい、素晴らしいですよね。そんな音大卒で、はい、音大卒です。金かかってちょっと親には頭上がんないですけどね、はい、でなかなかそれをね身につけることはもうすごいと思うんですけど、はい、そう、その森くんが後ろでチューバーを12年やってたっていう声聞こえて、はい、お芝居はそんなにやったことなくてちょっと緊張してますみたいなって、はいって言って、でその後芝居して、でその森くんの番になってで出てきて、そこで俺初めてあこんな顔してんだって思って、はい、で女性のね方と組んでたんで、で兄弟のシーンでエチュードでスタートって言った瞬間、その女の子がね、私なんかもうやってますみたいな子だったんですよ。いやいや結構やってますってことで、そうですね、なんかそれが、はい、その子がもう森くんを多分初めてなんでしょみたいな感覚、俺は感じたの、まあまあ、初めてなんでしょみたいな、ね、まあ、もうボッコボコにしてたの最初森くんを、うわーって瞬間で、うわやられてるわーって思ってこうやって見せて、で俺もでアンシェルもなんかまあいやすごいこの子行くなみたいな感じだったんだよねきっと。あーって言ったら森くんがふざけんなーパーンって来て、俺と周り全員がみたいになって、ちょっとデフォルト、いやいやいや、でアンシェルも急になんか森くんのこと見始めてみたいな、でうわーで、まあなんかそれエチュードだから、そうですね、もうねフリースタイルダンジョンぐらい、そうですね、バーッつって全部をね全部アンサー返すわけよ。で最後に落とし込んだのよその子、その子スーッみたいな、なんでそんな言い方ないじゃないって終わったんだよ。そうです、だー終了ー、すごいめちゃくちゃ覚えてます、ね、そうそうそう、僕より覚えてます、ね、覚えてる。で開口一番アンシュが、君はそんな才能隠してたのかって、あわーって言って通訳の人が言って、森くんがへーみたいなこと言って、もうみんな虜よねあの時は。で俺もすごいみたいな、なんなら俺はその日なんか君はなんかもうちょっと殻を破ってないみたいなこと言われて、はーっつってうわーってなって、でその後もうなんかね、俺はあの時期は信号とかちゃんと守る人間になってたから、一番いいんだけど、みんな守んないだろうどうせ、守れよ
まあ、そうです、守るっていうのはそうですよ。車とかさ、バイクとか違うよ。そりゃそうだよ。自転車乗ってるやつだ。ああ、まあいいや、それ置いといて。ちゃんと守るやつだったから、ワークショップ終わった後、もう自らこうやって道具箱行って、もうめっちゃこう掃除し始めた。確かに。めちゃくちゃ掃除してましたね。めっちゃ掃除始めて、でみんな、ああやんなきゃみたいなやつで、ガーってやってて、そう森くんがパーって来て、海老沢さんですよねみたいなやつで、えって言って、いや僕すごいあの知ってましてみたいな、うん、イエーみたいなって、なんかこんな一人で、なんか海外に来た感覚だったから誰とも喋れない、もう英語も日本語も通じないところに、なんか日本語で通じる人が来たみたいな感覚 でそこにもう一人あのアニメーターの方がいて、彼もすごかったよね。そうですね、あの俳優さんじゃないんだけど、アニメーション作るのにあたって、そのリアルな人間の表情とかを観察とか勉強したいから、自分が一回お芝居をして、ああこんな感覚になるんだっていうのを捉えるために来てるっていう、うん、でその人と3人で仲良くなって、ね、一緒に話して帰って、懐かしいね、懐かしい、でそこバーって帰ってでなんかアイアイのオーディションのセリフは捨てざるねえアイアイこの間見てきたよ本当に、あれ出てないんですよ ね, ね, ねまあまあそういう時期もありましたよ、そうです、ね、いや俺あのあと森くんとも謎に会いまくって、なんか家近かったのもあったんですよね、そうそう自転車で行ける距離でっていうのもあって、うんうん、なんかよく連絡くれて遊びに行ってっていう、うんうん、なんかもう本当になんか映画の内容見たら分かるんですけど、うん、なんか僕もなんかそのなんだろうな、中にいた人だわってなったんですよね、その見た瞬間に、映画見た瞬間に、だそれがすごいなんか揺れたというか、うん、うわーこれだーって思って、それはなんか感じましたね、はい、そんな森くんが、はい、そのあのワークショップから僕が出会ってるんですけど、今までなんかこう今自分が思ってることとかって何かあったりしますか、はい、今思ってること、うん、そうですね、まあ、具体的な話をしていいのか分かんないですけど、はい、まあ、ちょっと今年半ばぐらいから、うん、まあ、ちょっと宮古島に行こうかなと思ってまして、はい、でまあ、そこでまあ何年間かちょっと生活して、まあ、なんか僕自然が好きなんで、うんうんうん、なんかそういうものから得るものってやっぱ強いなっていうのがすごい感じるようになったんですよ、うんうんうん、でついこの間箱根行ったんですけど、うん、箱根でなんか温泉を使ってる時に、うん、もう朝風呂に行ったんですけど、うん、なんかすっごい気持ちよくて、うん、鳥の鳴き声と川のせせらぎと、うん、わこれだわってなっちゃったんですよ、うん、っていうのがもう相まって、うん、もう絶対行こうって決めてます。宮古島行きながら東京で、気になるオーディションがあったりしたら、来るみたいな、まあ、そうですね。だから俳優は もちろん持続しながら、うん、そう自然に住みながら、その人間としてのなんかその都内で忘れてたような感覚を、なんか研ぎ澄ませながら生きて、その両立をしていくみたいなこと、そういう考えになりました。なんかついこの間あの海老沢さんに会って、うんうん、まあ、いろいろ話した。ああまあね、あったね。そうですね、その時にあそういう道もありなんだっていうのを思いましたね。なんかもう辞めるか辞めないか考えてたね。どっちかにしかしなきゃいけないって僕は思ってたんで、うん、あそういう道じゃない方法もあるんだっていうのはすごい思いました、ね、そう。森くんに会った時、森くんがなんか実はちょっと大事な話がありますって言って、それから小谷くんと飲んでた時に、あ今来なよみたいな、話聞くよって言ったら、ね、はい、いやちょっと2人だけで話したいことがあってそうですちょっとなって、はい、でちょっと僕もね、バカではないんで、ちょっとあちょっとあそういう話かなって思って出会ったら、はい、まあ単刀直入に言いますと、ちょっと宮古島の方行こうと思ってて、でそれに伴いちょっと役者の方みたいなった時に、あ来たみたいなでもなんかそれ話を聞いてると、えでも本当にお芝居はやってる時めちゃくちゃ楽しいのか楽しくないのか聞くと、めちゃくちゃ楽しいし、なんかその自分が生きてる感じがする。でそれはもう絶対好きなことだから、別にそんな環境が変わって、なんか普通はこう来たらできないからやめるよねみたいな考えを持つ人が多いかもしれないけど、そんなことを別にする必要はないし、楽しいことは楽しいと自分に素直に
感じさせてあげればいいし、だから別にそっちで、なんかそっちの方がめっちゃいい生活をしていい人間になれそうだなっていうのは都内にいるよりはね、そうですね、思いましたよね。やっぱ僕からしたらワノ国ですから、都内は。ワノ国ちょっと分かんないですけど、すいません、すいません。冗談じゃないよって思ったことはありますか？もうすごい早いんだけど。いや、冗談じゃないよって思ったこと、いや僕終了です。